どれですか？あ、これか。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、ということで本日は私、東京は新宿区高菜の馬場にやってまいりました。なんとこちらに激辛つけ麺があるということで、本日私足を伸ばしてやってまいりました。辛さが3段階に分かれまして、今回はね、そのマックスの辛さのものに挑戦していきたいと思います。本日のお店がこちらです。ドン麺屋武蔵高虎でございます。こちらのお店、もうね、高田の馬場駅からもう徒歩1分圏内の駅近にあるんでね、アクセスも十分でございます。店の中に入らないとちょっとメニューが見れないんで、食券を買ってね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速中に入ってきたんですけども、先ほど食券で買ってきたんですけども、もうさまざまなね、いろいろなメニューがあるんですけども、辛濃厚つけ麺肉三昧3辛でございます。これちょっとレシートこれ2辛になってますけど、3辛です。はい、これね、麺がね3倍まで、まあ、無料で多くできるということでね、もちろん3倍で辛く食ってやろうかなと思います。こちらが辛濃厚つけ麺肉三昧3辛でございます。見てください、これ、うわー、このどす黒い赤いつけ麺スープ、うわ、辛そうだな。これネギやらいろいろ入ってますけど、そしてこちら麺、ド迫力、ものすごいボリューム、麺が見えない、肉が乗りすぎて麺が見えません。うわ、肉三昧ですね。これお肉は3種類ぐらい入ってるのかな。見てください、このチャーシュー、脂身がすごいですね。これいただきます。さあ、辛濃厚つけ麺肉三昧さんからお手並み拝見ですよ、ということでね。じゃあまずはね、この真っ赤に染まったつけ汁スープ飲んでいきましょう。いただきます。味見しましょう。いただきます。おう、目の覚めるような辛さ、これは辛い。うおー、チャーシュー、こっちのチャーシューもね、うわ、見てこれ、脂身が、いただきます。うわ、これは辛い。ちょっとこちらの卵でお口の中を癒やしましょう。いきます。結構辛いのこれ。口が痛い。これ辛い。うわ、これ辛いわ。これ辛いね。
つけ麺の発祥っていうのがラーメン屋で働いてた人がなんかまかないで醤油とか入れて自分のまかないとして食べたのがこのつけ麺の始まりだそうだ。このチャーシューも箸で持っただけこうずしっときますからね。ボリュームたっぷりですよ。食べ応え満載でございます。あ、もうお腹がはち切れぞ。ごちそうさまでした。いや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 、うわー苦しい。それではカーサレブの発表していきましょう。麺屋武蔵高虎さんの辛濃厚つけ麺肉三昧さんから辛サレブル、じゃんじゃん辛サレブル8です。おめでとうございます。8でございます。口の中もビリビリに痺れました。今回ねこの肉三昧、麺3倍盛りにしましたけれども2倍盛りでもちょっと多いぐらいなのでついついねあの料金が一緒だったらまあ3倍盛りしちゃおうかなみたいな思っちゃうとこれ食った後仕事できないよ動けないよっていう感じになるんでまあそれを加味して注文してみてはいかがでしょうか。チャーシューもね分厚くて、本当にね本当まさに肉三昧。つけ麺の発祥ってまかないから生まれたんだって。自分好みにアレンジしたら誕生したのがつけ麺なんでしょ。激辛も自分の好きな辛さにアレンジしちゃってもりもり食べたい、この動画を見ることでそんな風に思い始めちゃってるあなたがそこにいるのであれば、見るだけで口の中が辛くなっちゃったんだよ。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと僕が動画を更新したら通知がポンといきますんでぜひオンにしてくださいね。ということでまたお会いしましょう。バイ。